ワインバーレストランいい女へようこそお越しくださいました。私ソムリエの佐藤雅美と申します。お客様や料理に合ったワインのご提案をさせていただきます。はい、あ、お任せでよろしいでしょうか。そうですね、そしたら解禁されたばかりのボジョレーヌーボーはいかがでしょうか。はい、ボジョレーヌーボーはですね、フランスのブルゴーニュ地方ボジョレー地区のワインでございまして、お肉料理というよりはですね、トマト料理に、はい、とても合います。そうですね、まあ、それでしたらサンマのトマト煮なんていかがでしょうか。そちらでよろしいですか。はい、それではお持ちいたします。ということでテイク3になってやっとうまくいきましたけども、佐藤雅美の目指せパティスロいい女のお時間でございます。この番組はですね、皆様からのいいねやグッドボタンを獲得するべく、私が毎回いろんなテーマに沿ってお洋服を着ているんですけれども、本日は冒頭でお伝えした通り、ソムリエパツパツよ。あの M サイズ買ったんですよ。 M ですよ。いつ私は L になったのかってぐらいちょっとパツパツなんですけど、今日はこんな感じですね。で、まあ、前回ですね、前回というか前に、まあ、ブドウ狩りコーデって言ってブドウ狩らずに帰ったんですけど、今日はですねソムリエなのでちゃんとブドウに絡めたあの機種を打っていこうと思います。ということでですね、最後までご視聴いただきたいんですが、その前にチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。それではルネッサンス。それはちょっと違う。ということでですね、本日ということでがこちらです。マイジャグラーの5です。はい、まあ、まずなぜこの台にしたかなんですけど、まあ一応そのソムリエっていうこともあったんで、まあ、できればブドウにちなんだ台が打てたらなというのと、あと最近ジャグラー打ってなかったからっていうのと、あとですね直近でですね10人ほど諭吉さんをですね、あの見失ったんですよ。まあ、なのでちょっと今日はですね、荒ぶるよりも堅実に行きたいという思いも込めてこちらの台で、まあ、そのいっぱいジャグラーある中でもこの台にした理由が、まあ、前日一番出てなかった台、まあ、なのでちょっと1回触ってみようと。で皆さんどっちかっていうとその昨日出てる台座ってらっしゃってて、でこのお店さんがですね曜日によってスウェーやったりすることあるんですけど、まあ、今日はその日じゃないのでスウェーよりかは上げ狙いたいっていう気持ちで来ています。北電子さんのですね、ブドウを狩るべく狩るっていうかね、いっぱい取っていいワインを作って皆さんに提供できたらなと思ってるけど、1回もブドウ揃ってないんです。揃ったっけ、怖いんだけど。一応本日そのうちのソムリエ、諭吉ソムリエ5人いるんでいや5人使ったら大ごとよ、ジャグラーで。私ねそのワインまだちょっと良さがわからないというか、その学生時代にサイゼリヤのワイン飲みすぎてあの二日酔いってあるじゃないですか、三日酔いしたことあるんですよ。それでちょっとですね、あーやった、これこの色多分その詳しくはないですけどプレミアだと思うんで、プレミアっていうのかな、こういうのちょっといつもと違うと思うんでプレミアムだと思うんでピックです、イエーイ。普通の私が出ちゃった。44ゲームで、久々なんで間違いないにワンベッド。え、あ、こんな曲でしたっけ。え、猫踏んじゃった。44
で当たったからかな。猫踏んだ踏んだ踏んじゃった猫踏んじゃったです。やった、あ、これが出てるからってこと。トラッキートラッキーでしたっけ。トラッキーは阪神だし。タンタン、よし、まあ1ゲーム連目指しちゃいましょう。年2000円でした。あ、もうあの今はボーナスが続いてるようなもんですよ。ほら続いてるよ。とりあえず下皿がなくなるまでは平和に打てます。いいね、やっぱたくさんのブドウが必要ですからね、ワインには。はい、そういうこと。ソムリエさんがいるレストランに行ったことないなって今ふと。私が多分美味しいワインをまだ飲んでないだけだと思うんですよね。そのやっぱ記憶が24歳、23歳、22歳、どっちだかなぐらいの、そのサイゼで終わってるんで。久々のジャグラー会なんですけど、前回のジャグラー会のコメントに、前回だったと思うんですけど、そのめちゃめちゃ打ち慣れてるのに、なんだったっけな、打ったことない、あんまり打ってないみたいなの、嘘らしいから、嘘っぽいからよみたいなのがあったんですけど、スロットはめちゃめちゃ打ってるんですよ。その一時期週8ぐらいで通ってたぐらい打ってるんですけど、ジャグラーはね本当にプライベートでも打たないので、あんまし皆さんからしたらそここうやって打つよとか、それプレミアムじゃんとか、こいつ分かってねえなと思うとこあると思うんですけど、あの分かってないんです。ただあれですね、番組で打つようになってから、そのジャグラーが好きって言ってる人の気持ちが分かったっていう、まあ、まだは分かってないですけど分かりだしたみたいな、分かり始めたマイレボリューションですね。お店の方に今日は何の格好ですかって言われて、ソムリエですって答えたら、ははって言われました。お店の人のこと言ったら当たりましたね。117ゲーム、あ、よいしょ、あとブドウ取れたかな今。ジャグラーに関しては、まあ、どのダイもだけど、特にジャグラーも投資が少ないの大事。いいよ、故障して800万円ぐらい出てきてもいいんだよ。ああ、280枚しか出なかったですね。800枚出てもよかったんですけど、よし、もう元気出てきました。ジャグラーはその当たってても次に当たらなくなるんじゃないかみたいな、なんかね常にね、ああ、やった、10! 色普通、ビッグがいいです、ビッグがいいです。ね、これはね、は、お、あ、ダメだ、こういう小賢しいことはやめましょう。まっすぐ生きていきましょう皆さん。で、はい、よし、ナイス、最高だな、豊作ですね。今年のボジョレーは出来がいいですよ。タラタタタンタン。今のところですね、昨日出てない、一番出てない台を座る作戦は成功しております。豊作祈願、ちょっとジャグレン18回ぐらいしてもろって、全部ビッグで、今日全部ビッグでお願い。なんかまあ正直 6.5 号機が出てきてから、頭の中 6.5 号機でいっぱいなんですよ。好きあらば 6.5 打ちたいみたいな、まあ、じゃんじゃんバリバリ聞きたいとか、プ
プレミアのなんかいろいろ出したいとか、そんなことは一切思ってないです。ただメダルをいっぱい出したい。だからジャグレン2回で終了とか、それはジャグレンって言わないよ。ちょっと圧かけました今。圧かけたよ。まあ、ブドウ出してきたのは偉いと思う。うん。でもここ光らせてほしい。そんなんじゃ今年のワイン売れないよ。ブドウの数少ないよ。あ、やった。ちょっとやさぐれてたら当ててくれました。143ゲーム。ここ、まあ、こういうこともある。許す。そういえば小春ちゃんがねツイッターでね勉強を始めるって言ってたんですよ。ツイートしてて、でなんかいいなと思って、素直にいいなみたいな、いいねみたいな、何するのみたいな聞いて、養成所しかなんかだったと思うんですけど、いや私もなんかしようと思って、学生以来の計算、因数分解とかそういう系のこう計算しなくなったし、あと暗記系も全くしなくなったから、なんかそっちの脳みそ使いたいなと思って、化粧品検定1級の本買ったんですよ。その小春ちゃんとツイートして1週間以内に買って、今のところですね3日坊主で終わってるって。ただ11月27日にその試験があるんですね。でもう試験費用申し込んだんですよ、1万いくら。だから今私が考えてるところは、そのマークシートだからワンチャン狙いでいくか、ちゃんと勉強、3とかってワンチャン狙いでいく、ちゃんと勉強する、3個はお金払ったけど受けに行かない。受けに行かどうなってるか今の自分でも分かんない。今年のジャグラー打ってる時の不安あるあるなんですけど、さっき143なんですよ。その次ねもっと持っていかれるんじゃないかっていう、なんかどんどんそうやって重くなっていくんじゃないかっていう不安。一回ちょっと不作な時期もありますからね。でも毎年ボジョレーヌーボーって、今年のボジョレーヌーボーはいいって言ってません？気のせい？飲んだことないのですが、その中一回そのお誘い受けた時に男性から、その中今年のボジョレーヌーボーが美味しそうなんですけど一緒にワイン飲みに行きませんかみたいな、あちょっとワインはつってこと男女関係なくこう好きな人以外ご飯食べてる時間が結構苦痛で、キャメロン・ディアスがねすごいこと言ってたんですよ。自分にを誘ってきた人の誘いは1回は必ず乗ると、なぜなら私を誘った勇気を称えたいからって言ってたんですよ。キャメロン・ディアスすげえと思って私もちょっとキャメロンで行こうと思って受けた時期があったんですよ。そのご飯行きませんかって言われたら行く、とりあえず行ってみるみたいな、行ってみてね、その苦痛すぎてご飯屋さん行って爆速で食べて、開始20分ぐらいにデザート頼んで、でなんか向こうも感じ取ってくれて、あじゃあ出ますかみたいな出て、なんか2軒目バー行きますみたいな、なんか飲みに行きますって言われたんですけど、あちょっとあ終電があって言って8時に帰ったねえ。でもそれはその人がその人との相性が合わなかったのかもしれないと、なんかこう喋っててなんかしんどかったから合わなかったのかもしれないと思って、で次その誘われたやつ行って、それがカキと日本酒かな、で
その人自体はなんかお話も上手な方だし悪い人じゃなかったと思うんですけど、2時間ずっとしんどくて、帰りに次会えますかみたいな、まあ普通よくあるノリじゃないですか、次会えますみたいな、次会おうよみたいな、で普通だったらあぜひとか言ってフェードアウトとかねあると思うんですけど、次会えますって言われて、あちょっと会えないです、若かったから25歳ぐらいの話ですねよしよしよし、5回目、今のがカメロンディアスあたりですね。当たりは軽い方だと思うんだが、ジャグラーはあれですよね、その当たってない間暴露大会みたいなあ、やった当たってくれた、暴露しそうだった、危なかった、ちょっとコーヒーブレイクさせてください、あ、真ん中からやっちゃった、よしビッグ賢い、君は賢い子だ、100超えましたね、2連しかしないジャグレンはもはや連じゃない、よっしゃ、はあ、ちょっとあお客様大変失礼いたしました、いいブドウが見つかりまして少しちょっと興奮してしまいました、こちらですね、おそらく280枚取れるワインなのではなかろうかと、もっといいまあ今までの流れだけ見るとどうしようもない台ではないこの台粘っていいんじゃないかなと思ってはいるが、私ジャグラーのこと信じてないんで、ね、だってジャグラーを好きな人がみんなこぞって言うじゃないですか、ジャグラーは設定がわからない、だからジャグラーを好きな人が言うってことはジャグラーに詳しくない私からしたらもう何も信じれないんですよ。でもねやっぱジャグラーの日は疲れないんですよ、体が本当に。でコメントをいただいて足したいなと思ったんですけど、私こう引きたいっていう気持ちが強いから基本なんか肩にも力入ってるし歯食いしばりながら打ってるんですけどジャグラーはねそれがないので、まあ、体の疲れがない、よっしゃ、たまたま揃えられましたけども綺麗だね、あらま褒めときゃなんとかなる、141ゲーム8回目、もうビッグ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 106分の1、やっぱその心の中にいるリトルマサミが爆勝ちしたいって言ってるんですよ、ほんと。でもそのアダルトマサミは違うよって、そういうことじゃないんだよって、負けないことが大事なんだよって言ってるんですけど、もうリトルマサミがね主張が強くて、ビッグが5回でレグが3回でちょっとレグが迫ってきてるの、おやめになって、ずっとビッグのターン、なんか久々にジャグレンしたいな、聞こえた今の心の声だよ、心の底から出た声だよ、そもそもなんですけどジャグラーの ER ってことは人間じゃないですか、何々する人みたいな、ジャグリングってことですよね、ジャグリング誰もしてなくないですか真ん中
わーいって言ってるだけ。ピエロ2000円でここまで遊ばせてもらった、ありがとうと思っ、言い切れなかった、思ってないからよし、追加特殊373ゲーム。2022年度のボジョレーがいいかどうかは私にかかってるので、まあワイン作る人間ではないんですけどまあでもソムリエとしてはやっぱいいブドウを揃えてのが大事ですもんね。すごい少ないブドウの搾りかすから作ったワインじゃ多分ダメだと思うんで、ゴーゴーボジョレ予想は600台に当たる。粘ってるよ、我慢してるよ、私だって675ゲームだもん。やった、ジェダイマスタージェダイ小春あたりです。これ先に光ってくれましたね。あーもう長かった、694ゲーム何も見えない。うわー頑張った。投資がですね1万円です。まだ全然取り返せる。今ので多分私その694ゲーム間暗黒面に染まらずに終われたんで大丈夫でしょう。お願い、こっから連してくれれば全然問題ない。いやそもそも、あよし、流れ来てますか。あやったー、あじゃあ32ゲーム、リプレイでしたっけこれ、あ違うわ、当たったのに、ちょっとよし、一打一打大事にして連させる。投資をこれ以上しない。今1ユキチ1ソムリエ消えたので。そうでした、あのずっとジェダイとかの話してましたけど、今日の衣装展望は決してスターウォーズではなかったです。しようかな。あー光った、どうしよっかな、あたりランプ普通、もうこれねビッグじゃないと本当地面叩き割るよ。あこれだ、よし落としが効きました。地面叩き割るぞビッグ。お客様の前ではねこういうこと言えませんので、裏でバックヤードの方でワインに対して言ってます。そう思っていただければ。156分の1まで回復。ジャグレンという存在をもしかしたらこの台は忘れているのかもしれない。いや本当は私だってそのペカって何ゲームビッグですみたいな、そのダイジェスト版やりたいですよ私だって。当たらないのよねーねー。オープニングのそのサンマのトマト煮に合いますよ言うて、じゃあ取ってきますねって言ってから
このソムリエ全然ワイン届けてない。お客さん怒っちゃうよ。あいつブドウから言われるよ。あいつブドウから買ってんじゃないみたいな、積んでんじゃない、陰口言われるよ。お客さんにクレーム入るよ。協力して、こうして私はまた、あやった、あ99ゲームギリセーフ。マジで本当にタームからビッグだって。ただ連してくれた、ギリしてくれた、認めたくないけど99ゲームなんて。あやった、先ビカリして、間に合わなかったです。ぽいぽい、やったやった、12よいしょ。その流れはもうクローバー揃ったら本当王子、よし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 、やっと142分の1まで、一時70分の1とかだったと思うんですけど、ライバルソムリエたちがね言うんで、負けないように。今年買ってみよっかな、ボジョレ・ヌーボー。美味しいですか？飲んだことないですよね。意外にないですよね。常々思うんですけど、ジャグラってやめ時分かんないですよね。なんか足りてませんよね。皆さん移動しましたよ。アイムジャグラー、持ちメダルで当たってくれれば儲け物。いいよ、そのワイン作る、いやワイン作る気ありますね。これだ、この台いいぞ、君好きだぞ、いいぞ。ソムリエ、ソムリエすら言えのぐらい言った。ソムリエ2人目ユキチ、ファンキーに当たり台っぽいのが見えてないので1台ぐらいあってくれないかなっていう、もう希望的観測です。まあマイジャグラーがグズグズしてたので勝負に出てアイム移動して、アイムがうーんって感じだったのでファンキーに来たんですけど、全然回らないです、全然上がらないな。はあ、4代目でございます、アイムジャグラー。回されてなかった台を、まあ回してちょっと掘ってみようかなと。あとなんかファンキーはなんか全体的にしょっぱいのではなかろうかと思って、そしたらマイジャグかアイムになると思うんですけど、会ってくれっていう願いですね。ただまあお隣さんね、いいんですよ。今でこそハマってますけど、600ぐらい、それでも合成139だから、よっしゃ12。はあ、ガコッと聞けて嬉しい。それが聞きたくて私はここまで歩いてきた。よいしょ、ここよいしょ、まあ投資が1万3000円です。全体でなんと合成確率13分の1です。5代目アイムジャングラー、2回当たってて57-70でビッグが2回ついてて、103ゲーム回されて終わってる台ですね。連しなかったから多分
まあ捨てたんでしょうという判断。もっと目に光がなくなってるんで、このペカってペカってなるから、やっぱ最初の台が一番良かったですね。ねえ、最後3000円クレア打っていいですか。あ、打たれたろう。そのクレアじゃないと嫌なんだ。出戻ってまいりました。アイムジャグラー、一番最初に座った台ですね。アイムジャグラーの中で、まあ、207ゲームですね、今の時点で。で、0-0、どっちに転ぶか分かりません。信じよう、戻るべくして戻ったんだ。よし、やったー、やったー、217ゲームあ、見えない、何ももう見えない。無理だ、全部赤色に見える。ここ、ね、ここからよね、ここからでしょ。あんなにブドウ出てきてたのに、ついでにここもちょうだい。ここよ、ここだってば。実戦終了いたしました、私ですね、ソムリエ佐藤まさみから結果を、投資が、920枚、回収が0枚ということでですね、まったり負けました。まったり負けましたね。ブドウ枯れてたはずなんですけど、なかなか途中からですね、不作だったのかな、なんかこう天気が悪かったのかな、ちょっとブドウが枯りきれず終わりました。悔しいというよりもなんというか、ムジャグラ難しいですよね。久々に打ったんですよ。久々に打って前と感じたことは一緒です。無事、やめ時無事、移動するタイミング無事、連したい。あの昔ね、小豆島赤塚店さんの時に、あのビアガーデンの時、あれめっちゃ連したと思うんですけど、あれをもう一回味わいたいなと思うので、まあ、またジャグレン、今日のジャグレンの最高が3回なので、まあ、5回以上できるように、まあ、またジャグラー打つ機会があったら頑張ろうと思います。ということで、今日いただくコメントはですね、今回ソムリエということでワインだったんですけど、皆さんが好きなお酒は何ですかというコメントにしようかな。最近私はですね、チャミスルの味がついてるやつのイチゴにハマってたんですが、ちょっと飲み飽きて、最近はなんかあのカルピスハイみたいなのに回り回ってきておりますけど、皆様は何がお好きでしょうか。ということで、まったりした空気感で終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。チャンネル登録といいねもお願いします。